決勝トーナメントの日程、日本にかなり不利な模様。グループリーグ最終節から決勝戦までは中6日、中2日、中3日、中2日で試合が続く形となっており、もし首位通過だった場合は中4日、中3日、中3日、中3日という日程だったため、イラク戦の敗戦が悔やまれる。何度見てもイラクのとこ入りたかったんだ。1位抜けしてれば優勝クソ楽だったな。ほんまポイチって。韓国もめちゃくちゃ不利な日程でくさ。逆やぞ、決勝で相手より1日多く休めるから優勝待ったなしの日程や。前回優勝したカタールも同じような日程だったな。あの時は日本が中3日でカタールは中2日だった。日本有利と言われていたが結果は3対1で惨敗。イランなんてきっちり首位通過なのに一番きつい日程。ラウンド8は日本有利だなー。